ブしたエースポイントの合計で順位を決めるの。予選の時間内なら何度でもチャレンジできるから焦らなくても大丈夫。最終的に合計エースポイントが規定順位内に入っていれば決勝に進めるルールだよ。あと同じように予選に参加してるチームと遭遇してその機体を撃墜するとボーナススコアがもらえるからね。気合い入れていくよ。さあ来い、ハッキーライト。